では、シータのですね。こんな感じでね、戻した。柔らかくなります。これをね、こしていきたいと思います。リードを使って、クッキングペーパーですね。これでこしていただいて、この戻し汁を使うということですね。いい出汁が取れてます。こちらですね。この戻し汁を使ってレシピの割合で入れていただいて煮汁を作るということですね。合わせた調味料の中に入れていきたいと思います。最初だけちょっとアクが出ますから、アクを取ってこの煮汁がなくなるまでね、煮てきますので、あまり強火でやると、鍋が焦げついてしまうので、下にね、なるべく、そこの熱い鍋を使うということは、重要です。焦げつかないようにしていただいて、最初だけ、沸いた時だけ、アクを取っていただいて、そのままね、中火で煮ていきます。こんな感じでね、もうほぼ煮汁がなくなった状態になりました。そしたら最後にみりんをかけ回していただいて、ツヤを出して、もう一度ね、さっと火を入れていただいて、このままね、ボンゾレにあげますから。ザルの方に移します。これで常温にて冷ますですね。まあ、チラシ、太巻きですね。結構日持ちがしますんで、まあ、このまま小分けに分けて冷凍して、使用する前日に冷蔵庫に戻したりしてね。こういう感じで、煮椎茸ですね。寿司屋の煮椎茸。Thank you.